マウンドに上がりました大谷翔平。花巻東高校時代には160キロを投げました。東京ドームでは157キロを計測しています。いい顔しますね。ねえ、1番バッターのミレッチとの対戦、注目の第1球です。やっぱりまっすぐで入ってきました。スピードは出ましたけどね。これもまっすぐ、打ち取りましたが大谷が行く。ああ、セーフか。鈍い当たりすぎましたか。そうですね。いや、でもフィールディング大したもんですよ、はい、これはもうサードが取ってもピッチャーが取っても、もう目いっぱいですよね。ピッチャーが取るしかないですね、はい。素早いモーション、フィールディングうまいですよ。うまいですね、はい。でも本当にあの今までの登板でもコントロールがとんでもないところに行くっていうのはほとんどないですもんね、さあでもちょっと嫌なランナーを出してしまいました大谷。2番の上田が入っています。とにかく未知の領域でも、もうこの時点で実際バットマンとしてもピッチャーとしてももう二刀流、うん、もうやってるわけですもんね。実現させてるわけなんですよ ね、 そうですよね。いきなりスタート、タッチがちょっと遅れました。あっと、どっかお腹のあたりに入ったかな。ミレッチが痛そうだ。ボールが溝打ち入ったのかな。どうですかね。送球はワンバウンドになりましたからね。そうですね。しかも、あ、肩ですか。ヘッドスライディングで行ったんですけど、これヤクルトは今ミレッチが外れることになりますと大変ですよね。さあ見ましょう。左肩でベースについて、その時にタッチに行ったのが左の手に入りましたよね、腕に。フェアです、あっと危ない。お、金子強い。セカンドの金子動じませんでした。上田の方がひっくり返りました。いや、ああいう時ね、ランナーの方が勢いついてるんで、はい、野手が吹っ飛ばされることよくあるんですけど。ありますよね、さあここでスワローズのクリーンナップです。岩村が入ります。これもうサードでランナーですから、はい、もう本当に開き直ってね、このバッター三振取るぐらい。あ、まだまっすぐしか投げてません大谷。よー、154、空振りを取りました。あとピッチャー心理、サードにいらない方が投げやすいんですよ。モーション取れますから。あ、なるほどね、はい、あ、いいまっすぐ。いいピッチャーです、はい。どっかでまたあのスライダーなんかをね入れてくれるかもしれませんが、ビンビン来ますよ。156、ビンビン来ますよ。ゆうきさん、すごいですね、ちょっとこうイニングなんか考えて入りは150キロぐらいのもんだったんですけど、やっぱり三塁までランナー行くと本能的にこれ、はい、ね、全力ですよね。これ曲げなくてもいいですね。高めのまっすぐでも全然いいですね。真っ直ぐでいいですか、はい。ただ相手は岩村です、うわー、まっすぐ出上がってもいいかなと思いましたけどね。外いっぱい、うわー、ストライクボールギリギリ。これはもうユナイテッドステイだと思わず手上がってると思いますよ。あ、岩村もヤクルトは7年ぶりの復帰です。これスライダーで突然の引っ掛けとか考えるとキャッチャーもちょっと抱きしにくいかな。あ、ここまで来ると行きたいところですよ、ここ、はい。まっすぐセカンド正面、ランナーは突っ込めない。あ、ここで突っ込んだ。いや、タッチアウト。いいプレーだ。よく見ていました。うわ、
く抑えた、ナイスプレー、ファーストアブレイユ。いや立ち上がりランナー三塁まで進まれましたが、バックもしっかり大谷を援護。アブレイユ早かったな、早かったですね、ビレッジがあの隙を突くようにいいスタート切りましたもんね。これ士気高まりますよベンチは。いや1回の表プロ初先発初登板の大谷、1回の表をゼロでスタートしました。いやこれは今のプレーもう一度見ましょう。1回の裏守りますスワローズ、ここの金子がさばいて、この時点でミレージがスタートを切りました。落ち着いてましたね。あれアブレイユランナーのスタート見えてたんですかね。いや見てたんでしょうね。結構金子選手はね、うん、目で押さえて止まったのを確認したん で、ね、でゆっくり一塁投げました、ね、軽く投げたんですよ、はいはい、それを見てたミレッチも突っ込んだんですけど、いや今日はバックも非常に気合い入ってるというか、まあ、当たり前でしょうなんですけど集中してますね。これ次のイニングからスライダーとか混じってくるわけじゃないですか、はい、初三振どんな形で取るのかとか楽しみなことばかりですね。立ち上がりはもうまっすぐ